どうでしたジャイアンツ初めてもちろん入るわけじゃないですか。うん、まあ、原監督ですよね。そうです、あの俺ら清武のランがあった時です。恐ろしい時ですね。そうだってそれももう清武さんに誘われて行ったんですよ僕は。でね、今だからですけどアルビレックスの監督までやって、まあアルビレックスの試合は大体もう9月ぐらいに終わっちゃうんですけどね、はい、でもシーズン佳境になって、あの時もジャイアンツも優勝がなかったのかな、はい、で名古屋ドームで中日巨人の試合がある日に、はい、たまたまその僕は新潟にいたんですけど、今日ちょっと東京来てくれないかって、はい、清武さんから連絡があって、はい、で読売の本社来てくれって、で球団に行って、まあなんとかな、球団のなんか代表の部屋なのかな、はい、そこでこの今日のうちの試合を解説してくれって言うの、俺の前で、中日巨人戦を、で、あの時ね、左ピッチャーなんて言ったかな、外って左ピッチャーだったかな、なんかこれが全然打てないんだって、で、清武さんも熱心で、その日午前中、お昼まで名古屋にいて、名古屋でのなんとかな宿舎でやった野手ミーティングに出て、で、どんなスコアラーが話をして攻略をどうしよう、で、出てきた資料っていうのを全部一覧持ってきてくれて、で今日はゲーム前にこういう話をしたって、はい、こういう資料を出して、はい、でこれを踏まえてこの中継の解説をしてくれって言われて、はい、でまだああだこうだ言いながら9回終わって、で 0-0 か 1-1 かなんかで引き分けたんですよ、はい、で、でその時はそれでありがとう、今日は楽しい時間だったみたいな、うん、なんかえらい高そうな弁当が出してもらってね、はい、で弁当を食いながらやってたの。でその日は東京泊まって次の日帰って、はい、2日か3日したら、来年から来てくんねえかって言われて、はあ、はいと思ったんだけど、でその時に監督も話をしたら非常に喜んでて、うん、望まれてるから、うん、って言ったの、はい、分かりました。でまあ新潟の方は一応2年契約だったんですけども、事情を話して、新潟の方も分かりました、そういう事情だったらいいですよって言って、ね、まあね、嬉しいっちゃ嬉しいですもんね。でまあ宮崎の秋のキャンプから行きます、うん、って言ったら、うん、どうもちょっと雰囲気が違うのよ、うん、原さんとか挨拶行ったら、あれお前何しに来たのみたいな感じがあるわけよ、うん、で俺はなんかもう監督もなんか望んでるし喜んでるって言われてた割にはちょっと違うと思ったの。あの雰囲気ってありますよね、うん、あれ違う、これ望まれてないんじゃないかと思った感じだったんですね。 思った。それでその次に例の清武の欄があったんですよ、うん、なんか急になんか清武さんがなんか新聞会見を開くのが言って、 あれシーズン中でしたっけ、シーズン前、いやいやその週キャンプ中、え行った後ですか。そう行って中キャンプ行って3日目か4日目ぐらいにその、清武さんがなんか会見になるって言って、やりましたね会見で、あんなことで始めちゃったわけよ。だからもうさらにもう言いづらくなっちゃって、うん、週キャンプ最後まで入れるって言ったんだけど1週間ぐらい残して帰ってきましたすいませんっつって帰ってきました。で用事があるできた。そうで帰ってきて、でどうしたらいいのかなか分かんなかった、うん、契約、そう契約、口契約してるんですもんね。もうそう契約してるんだけど、ただ、まあ、原さんの子もそうだし、まあ、あとは、清武さんのこともあったんで、俺はちょっと言いづらいだろうと、うん、で球団も多分扱いづらいだろうと思ったから、はい、帰ってきて読売逆に本社に行って、うん、あのあと、まあ、代理代表っていうか一時的に代表になって臨時になった人がいたんですけど、うん、その人に面会をお願いして、うん、でこんなになっちゃってるんで契約、変ですねそれ、そう契約もしあれだったらもう破棄してもらって構いませんよ、まあ僕新潟の2年なんで一応無理言って1年してもらってることもあるので、戻ろうと思ったら戻れますんで、契約白紙にしてもらって構いませんよって言った、はい、だから嫁入りはもういやいや発表しちゃってる以上はそんなことができませんと、うん、っていうことになっちゃって、うん、でもう言っていいか分かんないけど、逆にちょっと待ってくださいって言われて、単年だったのに2年にしましょうとか、年俸いくらだったのがさらにちょっと上積みとか、なんですか、いやなんか定裁があるんじゃないですか、それそういうことあったんですよ、でも結局それはじゃ あの1年終わった時点でもう一回じゃあ話ができるようにしましょうと、数年ではなくて、って言ったんですよ。だからヘッドからですね。そう、ほんとらその人にコーチの人で複数年断られたの初めてですよ、まあ、断らないですよね通常はまあでもあの週キャンプ行った雰囲気見ると、望まれて到底望まれてる雰囲気はなかったんで、あじゃあ、うん、監督がそういう雰囲気ということは他のコーチももちろん伝染してますよね。多分そうでしょう。だからあの時はなんとか原さんとやっぱり清武さんの関係がまあ良くなかったんでしょうね、だから、うん、まあそれではそれをさっき言ったその球団が送り込んだスパイみたいな位置づけだったと思うんですよ僕が。うん、最悪、そう、 うわーもうやだやだやだ、最悪ですよ本当にもうやだやだ、言いづらかった。だから本当だったらもう
2軍でもどっかポジションでも変えてもらってもと思ったんだけど、ポジション作戦コーチでしたっけ、戦略コーチ、いや最悪もう意外と、そう でも結局ね春さんも、うん、あのなんだかんだ言いながらそのまま認めてくれて、うん、次の年の春のキャンプからも普通に戦略コーチとして、うん、キャンプもずっと、ついて行かせてもらって、それはユニホーム組で入るわけじゃないですか、もちろん、はい、で原さんからはどういう戦略というのは、監督にこういう戦略もありますよっていうことを伝える、あの、ね、話し合ったんですか、最初はね。だから清武さんが僕の入れた経緯でどういうものをやらせたいかっていうことを監督に話をしてるっていうことを聞いてたの、はいはい、ただどんなことをやらしたいかっていうのを僕は聞いてなかったの、ああそうですよね、後から聞くもんだと思ってたの、はい、原さんの方からね、はい、結局そこなくなっちゃったもんだから、でまして戦略コーチって多分ね、あの時僕球界で初めてなんですよ、そうですよね、俺自身も何やってきゃ分かんなくて何すんのって練習参加していいのみたいな感じですよね、そうそうそう、バッティング指導は違うだろう、はい、いやでもスコアラーがいるし何すんのみたいな感じで、はい、もう全然手探り、はい、だからで結局いろんな人に話を聞いていって、じゃあまあとりあえずスコアラーの延長みたいなことを、はい、でスコアラーと現場をなんか結ぶというか、はい、スコアラーってほらやっぱり出しゃばっちゃいけないところあるじゃないですか、コーチの人立たなきゃいけない、言い方もそんな感じですもんね、ミーティングも、そうそう、はい、だからもうその何だかな、こうですって言い切れない部分もあるでしょ、はいはい、だそこのなんかその言い切れるような立場になってほしい、はい、っていうことがスコアラーの方から話が来たんで、分かりました、じゃあまあコーチの人にうまくスコアラーの人の考えを伝えるように、もしくは選手に対して、はい、スコアラーの意思をちょっと強めに伝えられるような役をしましょうみたいな感じで始めたんですよ。なるほど、うん、でゲーム中に、まあ試合前のデータ的なものだとこうだけども、いや今日は、ちょっと状況が違う、相手の調子も違うし、今日はちょっと事前のミーティングと内容が違うんで、はい、1打席目終わって2打席目ちょっと、攻略法とか、準備の仕方をこう変えようかとかいうのを、はい、やっぱゲーム中に少しずつ修正しながらやったんですよ、はい、それが意外に、なんとかな選手の評判が良くて、それはそうですよね、で結果的にも良くなってたので、はい、でそれでまあそれがなんとかな戦略コーチの橋上秀樹の仕事みたいになって、ベンチ内でいろんな選手にこう、1打席目終わった後で次の打席に向かうまでの間に、いろんなアドバイスしたりとかいう感じでしたね、うん、簡単に言えばバッティングコーチがこれちょっと生ものだからこう立てたけど全然攻め方違うぞ、エンジン組むのをやらなくて済んで個別にやってくれるって、まあありがたいですよね、個別にやりました、だからそれ簡単にちょっと皆さんに説明すると、オチと日本シリーズだとオチが抑えだったんですよ、7勝ち回だから2008年が時に2エンド2からオチのスライダーの確率って8割だもん、半端なく高いですよ、で平尾が決勝タイムで打ったんですけど、ひろしできりゃ 2-2 作ってくれって、できりゃ 2-2 にしてくれって、そしたら絶対スライダーって、俺お前に命はかけるって、絶対スライダーなんだって、8割とか7割じゃん、絶対組んだってこの展開は、日本シリーズなんかって本気でひらめいて 2-2 になった、ひろしこっち見たんですよ、俺もこうできねえからカチュー打って、それ決勝タイムリーだったんですよ。そういうことですよね。そうそうそう。本当にそう。